皆さん、こんにちは。えー、今、この、まあ、冬場、まっただ中なんですが、それでもやっぱりゴルフする方いっぱいいらっしゃるじゃないですか。もうこの冬場で一番困るのは、多分このアプローチ、グリーン周りのアプローチがめちゃくちゃ夏より難易度が上がってしまって、もうこれでスコアがこう、ぐんとね、増えてしまう人が多いと思うんですよ。 でこれ冬場のやはりアプローチって難しいんですよね。もう芝がない。えー、砂がやっぱりいっぱい生えるように芝が生えるように砂をまいてあるっていうこともあって冬場のグリーン周りのアプローチっていうのは非常に難しいです。まあこれサンドウェッジを持ってピンまで10ヤードぐらいのアプローチなんですけどこれもうちょっと打ち上げて なんていうんうもう寄せるのがサンドウェッジで夏だったらまだ僕でもまあ10回打ってそうだな7回ぐらいはワンパットでいけるかなっていうような状況ではあるんですがこれやっぱ冬場だったら半分からまあ10回打って4回とかに確率が下がってしまうんですね。それれれぐらいいいい難しいじゃあこれどうすればいいのというところでこれは。 まあ僕はユーティリティを結構多用するんですけど、まあ、僕は30度っていう、まあ、6番ユーティリティが僕の場合は入っているので、えー、まあなかなかね6番ユーティリティを入れてる方って少ないと思いますので次にロフトがあるものっていうと <laughs> 僕こう次おすすめするのがまあセブンウッド。セブンウッドも入ってないっていう方は五番その一番ロフトのある フェアウェイウッド、またはユーティリティでアプローチ、こういうアプローチをしてほしいっていうのがあります。で、これはなんでやっぱりこう楽かっていうと、まあソールが広いので、まずダフる心配っていうからほぼ減ってきます。やっぱりダフる心配もないし、もう球を上げる必要もないし、確率は上がります。ただし、 何回か打ってもらわないと距離感っていいうのが難しいんですよね僕もこれいきなりもう全然やってないからいきなりこれやりますって言ってえー、距離感をじゃあ出ますかって言われたらあ出ましたねあ出ましたね あんまり練習してなくてもうまくいく確率がちょっと増えるんですね。でこの時にちょっとコツがあるんですけど僕は僕ユーティリティとかでよくアプローチ試合中もまあ夏場でもねラインがあの難しかったりとか、えー、ランニングアプローチする時とかも使うんですがこれね不思議と芯に構えちゃダメっていうちょっと1個。 あのお教えしたいことがあって普通フェアウェイウッドをこれ真上からフェアウェイウッドを打つ時っていうのは僕こうやって芯のところに構えるんですねこれがフェアウェイウッドとかユーティリティでランニングアプローチをする時はちょっと先めに構えるんですよこれなんでかっていうとほとんど強く打たないじゃないですか。 転がすからこれね、転がそうと思った時になぜか知らないけどヒール目に当たるんです。これちょっと皆さんやってもらうと分かるんですけどいろんなプロにも試させたんですけどユーティリティとかフェアウェイウッドのアプローチの時にシングで構えて打とうとすると大体ヒールに当たることが多いんですね。これは何でかはよく分からないんですけどなのでコツとしたら 構えたらいつもフェアウェイウッドを打つよりもボール半分はちょっと先っぽに構えてもらって UTT でとかセブンウッドで打ってもらうと芯に当たるんですよ。芯に当たるとちっちゃなエネルギーでえーアプローチしやすいからこのねちょっと先っぽに構えるっていうのがミソで もうあとはもうほんと多分見てると思うんです。あの見てわかると思うんですけど小さい動きだけなんですね。この小さい動きだからこそミスが少なくなって寄る確率が増えてきます。なんでぜひ皆さんこれ家でもちょっと感覚が使えると思います。ただしちょっとだけ先っぽに置く。これがコツなのでぜひやってみてください。 プロにやらしたらね、みんなそうなんだよね。え、これでパターンみたいにやつんですかもう普通にパターン。ああ、な何にも考えることない。ビザのき去年17番左に外して、はい、ピン左の時、6番、こうやって6番入れていけって言ったら OK。えー。<laughs> あ左絶対呼んないですよね。絶対呼んない、ね。えそうでしょあれあれ。そう,そ,うそ,うそう、赤いとこ、ういう使い方するんだ でも、めっちゃより楽。いや、絶対これ覚えた方がいい。プロの試合は使うとこ結構あると思うよ。ありますあの、刀剣とかさ。<ー>もうあんなツンツルテンのフェアウェイでさ。<laughs> 横浜もすごいっすね。あ、横浜もあ、横浜買ったからね。<う>ここ買たからね、そうね。こっからすぐそこの時とか。とかはもう全然これですよ。パターじゃダメなのよ。 パターンじゃダメだし、クッションだとなんかあり。そうそうそれじゃあ、い <laughs> ちょっと先っぽ構えるだけでいい、ね。簡単じゃん、ま。やばいやばい。これはやばい。これ you、YouTube や <laughs> これはやばいっす。<laughs> これマジでみんなやったほうがいいっすね。クソ簡単。クソ簡単クソ簡単。簡単これめっちゃ難しいもんだって。 刺さるよ。ああ<ー>。そうですね。逆目。でしょ冬を、うん、もう、もう、軽く、軽く。いやすね。嫌だよね。感じ、ね、出したらチャックルでややがって。そうそうそう。そうん、そんな感じ。ちょっと先。